ミルクサッカーアカデミー井上馬でございます。ノーミルク佐藤です。さあ行ってみましょう。今日も移籍情報をください先生、よろしくお願いします。いやー、はい、サッカーデータも、まあ、来たね。え、来ました。こんな情報が来ましたので、まずここ行かなきゃいけないです。はい、お願いいたします。オナイウアド、うん、お、あ、決まった。浦和と見せかけて、はいはい、マリノス。マリノスみたいです。本当ですか。はい、僕何も本当に知らなかった。大分でも浦和でもなくマリノスがもうほぼ多分決まると思います。真ん中正面ですよね。前そうっすね、カサイド、はい、いります。だからエジガルいなくなっちゃう。まあでもエジガル、はい、まあ、全員残ると仮定してもいいから、はいはい、エジガル、オナイウが真ん中、はいはい、まあ、リー・タダナリもいるけど、で右に中川ではあるんでしょうね、はいはいはい、とりあえず ね, そうですね。で左に遠藤啓太いるし、はあはあ、でエリキはどっちかのサイドなんでしょうね、はい、うんうんうん、あ、に寄せるってことですね。そうなるほど。あ、まあ、ACL もあるしか。まあ、だからそういう各、まあね、どこにでもいる必要な選手ですけども、そうなんです、まあ、マリノスは前線いる気がしますもんね。ただそしてもう一人、はいはいはい、エリキ右って言ったんですけど、もしかしたら左になる可能性があるんです。左もできちゃうんですね、うん、右もう一人オファーを、はい、水沼コータ。おー、セレッソ、はい、取りますね。ね、ということで、なんでここから行ったのかっていうと、はいはい、うん、マリノスが優勝チームだからっていうわけじゃなくて、はい、この水沼孝太を言いたかったから、同い子じゃないんかいって話ですけど。お父さんにしたんですからね。てか元々水沼孝太はマリノスですから。そうかそうか。栃木にね、栃木から栃木の人じゃないでしたっけ。すみません。勝手に想像しちゃってました。言うと、ちょっとね、日本の全チームにこれはもう勝つなんです。はい、勝つ。勝つ。あららら、ちょっと。佐藤先生の勝つ出ました。初めてじゃないですかね。3回目ぐらいです。あ、そうですか。そうなんですよ、はい、ありまして、はい、なんで水沼コータにオファー出すんだろう。ほうほうほう。だってむしろ今年もセレッソでもう超主力でやってたじゃないですか。あ、そうですね。そんな選手取れんのって話なんですよ。取れんの、うんうんうん、今期で、あ、満了とかじゃなくて、はい、契約今年で一旦切れるらしいんですよ。なるほどね。なんで更新してねえんだと。ああ、セレッソか。そう、ほんほんほん。で結構ね、日本多いんですよ、海外に比べて圧倒的に、うんうん、多い。あの、シーズン途中で契約更新しとけばいいのに。あ、なるほど、ね、しないんですよ、うんうんうん、それはでも本当に迷ってたからでしょ。でもこんなに毎回じゃ毎年全員に対して迷うって話で。あ、そういうこと。そう、もう目に余るということですか。そうですね。なんかあるんでしょうね。でもそれはね、もしねって言うんであれば、うんうん、今回例えばオナイウ選手に関して言えば、はいはい、もうあの浦和側にも違約金ちゃんと払った状態で、うん、あ、そうだよね。なんでこれ浦和は拍手です、うん、そうか、儲かってるわけだもんね。ちゃんとやってるからこれはいいんですよ。でもそうか。ただ、うん、なぜはい、ゼロ円移籍をさせてしまうのか、はあはあはあ、まあ、国内にとってはそれこそ活性化できていいのかもしれないけど、うん、でもそれはどうなのってのは、チーム的には何かしらもらってっていう方がですもんね。そうですね。まだ国内だから、まだその国内の循環があるから、あれいいように見えるけど、海外に取られてしまったら、ああ、そうですね。そうだから、もうちょい違約金の設定とか、ある程度やっといた方がいいんじゃないっていう。国の宝の流出ですもんね、それは。そうなんですよね、っていう風になっちゃう。なんかあんのかなと思っちゃいますけど。ね、どうですか。でそんな、水沼孝太さんなんですけど、はいはい、まあ、セレッソに現在いる、はい、マリノスからオファーがある、うん、だけじゃなかった。だけじゃない。トス。あ、そうですか。モテモテですね。モテモテですね。モテモテですね。ただ今一番モテモテなんですね、この年齢で。ねえ。で、ただ、はい、もしかしたらこれトス厳しいかもしれないし。はい。おそらくもしかしたら、うん、今日決まっちゃったんですけど、はい、小山津選手トスで決定しました。あ、トスになったんですか。はい。あららら、そっか。神戸に断りを入れた上でトスになりまして、ははは、まあ、左サイドをやることになると思うんですけ ど, なるほどクエンカと争うんですね。クエンカ、そうだね。そうなるとね、クエンカは残るのかな。まだわかんないです。むしろクエンカは神戸なんじゃないのかななんて思ってますけど、はそこで小山津入って、でクエンカ差し出すから小山津こっちでいいでしょみたいな流れでも、まあ、神戸って全員外国人でいいんでしたっけ。違います。違いますよ、ね、一緒ですよ ね, ね。そうなんです。なんかすごい取るなと思ってね。で右に水沼を取ろうとしてんのかなって話ですけど、まだちょっとどうか分かりませんけどね。ただディフェンダーも獲得するようで、うん、あの千葉の、まあ、新井選手、もう千葉にいたね、はい、新井選手とか、はいはい、うん、あとはあの松本のエドワルド選手なんかを今ちょっとさ狙っていると。なるほど、なるほどね。どうなるでしょうね。うん、でそんな、まあ、ちょっとね、ごめんなさい、関西方面ちょっと多いので、はい、そこで言うとこれも決まりました、はいはいはい、愛媛、ええ、
今年レンタルで言ってたの、うん、茂木選手、はい、ディフェンダーのね、うん、とかあと前線の吉田真希人選手、うんうん、あとキーパーの岡本正弘選手がそのまま完全で、はいはい、そのまま愛媛に残ることが決定、あ、そうですか、はい、決まりました。プロジェクトできたということですね。できたってことです、うんうんうん、で同じそんなあの小山選手の話したんで京都、はいはい、京都すごいですよ。まず完全移籍1人決まりました、はい、森脇亮太、おー、レッツ。レッツ。はぁ、京都。京都です。なるほど。取りました。へぇー。で、京都もう、どうやらもう一人ディフェンダー確保するそうです。はい。でもやっぱりトゥーリオ枠欲しいっすよ、ね。あ、まあそうです。ディフェンスリーダーね。トゥーリオ枠に入りそうなディフェンダーといえば、まあさん、さあ誰だ、トゥーリオ、マイケル・ジェームズ。ちょっとね、あの、漢字の感じ。なるほどね。3。トゥーリオ枠に入りそうな。東証。東証。東証。ドゥンガじゃないでしょ、フリーキックも、フリーキックも蹴れるセンターバック。蹴れるセンターバック。え、ま、マキノ。ヨルディバイス。あ、京都？はい。すげえ。すげえ。おお、似合う。そして、うん、ヨルディバイスと結構こう争った選手といえば、ね、最前線で。バイスと、あ、歌か。京都。歌か京都。歌か京都？あ、すげえ京都かっこいい。俺京都すごい魅力で言ってたな。まだ確定ではないですけど、歌かとバイスも行くみたい。森脇？森脇。おお、いいですね。すごいですね。あ、なんかアベンジャーズみたいになってきましたね。なってきましたね。すげえ。じゃあもともとその歌ことのアベンジャーズ。ことのアベンジャーズ。おお、なるほど。でもってことは歌が来るってことは、あれ最前線フォワード一味は？一味は残るっていう話じゃないの？どうやら今二択です。ガンバにレンタルバックがちょっと今薄くて、薄いんだ今、京都とあともう1チーム狙い始めました。 J2?1? 横浜 FC。 おー、なるほどね。あ、なるほどね。ロックオンです。一味ロックオン。ははははは。でもいいっすよね、やっぱ若手メンバーでこの前線揃えようみたいな流れ、ね、これちょっと面白いんじゃないかっていう。あ、ちょっと面白いですね。確かに、ね、だから今年の大分っぽい感じになっていくかもしれないですね、うん、なんか FC のね、あの通信簿出しましたけど、その構想にもあった世代ですもんね。そうなんです。はあ、そうですか。面白いですね。面白い。そして、マリノス水沼っていう風に出たのは、はい、もう一個理由があるんですよ。はい、思えばマリノス右のサイド一人狙ってましたね、うん、狙ってましたか。冬の移籍丸一で我々も出させていただきましたけど、あれ京都のメンバーだっけ。ガンバ、ガンバ大阪の、ああ、はいはい、小野瀬、小野瀬、うん、残留決定。ガンバに、ガンバに。ああ、なるほど。はあ、いや、最新情報お耳からいただいてます。ありがとうございます。そうなんです、ね、移動中に聞いていただければ。ガンバに残ること決定ということで、はあはあはあ、へ、来季ももうあのこのチームでもう、うん、彼の意向としてはあとは得点力身につけたいんだと。得点力、そう。そのためには宇佐美隆を間近で見たい。ああ、間近で見たい。あ、だから彼になることは無理だと思うけども、それでも彼ぐらいのことができるようになりたいんだと。で、あとやっぱり拾ってくれたというか、はいはいはい、引き上げてくれた恩人宮本監督、そしてこのガンバ大阪というチーム、粋だね、を優勝、うん、男にしたいと、うん、それということで残ることを決定いたしました。なるほど、なるほど、はい、いや、すごいな、一気に今日情報をいただいてますから。なんかまあでもほら、もともと言ってた通り、ね、リーグ終わって、はい、まあ、次の週の中盤ぐらいじゃないって言ってた、そろそろこう決まりだす、これ動きだす、ね、そうですね、それがまずゴロッときたので、京都がちょっと、京都と横浜のイメージが楽しくなっちゃってきましたね。面白いですね。そしてオナユがいわゆる浦和にレンタルバックされなさそうっていうことは、はい、やはり新潟からレオナルド浦和っていうのは、まあ、結構高い情報になってくるんじゃないのかなと思うし、はい、杉本健雄選手、千葉がちょっと薄くはなったのかなとは思ってはいるんですよ。やっぱりあのこの間話した通り、山口の山下選手が千葉に行くとかっていうことで考えていくと、うん、ちょっと千葉はフォワード状態になる可能性があるので。クレーベは残るんですか。まだ分かんないですよね。だからそこら辺がみんないなくなるんだったら杉本健也ありえると思うんですけど、っていう状態ですね、現状は。なるほどね。そんなことが一気にバッと、杉本健也選手もね、どっかのチームのね、もう柱になっていただきたいですけどね。ね、そうならなきゃいけない存在でもありますからね。まあ、そんなことがね、まずはね、はい、起こったよというので、いただきました。早速ちょっと大きい情報たちからドーンと言いましたけど、ね、一気に言葉でいただけるとスッと入ってきますね。あんま文字読めないんで私、ありがとうございます。お耳でね、ありがとうございます。じゃあ今日はですね、はい、ちょっと途中経過、あと残り、J3 をちょっと見ていきたいなと。こちらも動いておりますか。こちらもね、はい、動いてますね、うん、ちょっと面白いのがまずね、はい、八戸なんです、うん、2年目のシーズンになりますね、 J3 で、はい、なんと奈良クラブから、はい、まあ、2人、まあ、正確に言うと1人なんですけど、
あの、まあ、金選手が奈良クラブから、まあ、レンタルで行ってたのが復帰して、はい、で新たに、もうね30歳になられる村瀬優太選手を奈良クラブから、まあ、中盤の選手なんだけど、確保と奈良クラブいうことになっております。そしてすっごいことしてるのが、はい、岩手岩手、うん、岩手がね話題ですよね。ちょっとねちょっといろいろ新スポンサー獲得みたいなね、はい、話もありましたね。ちょっとググッとギア入れてくるのかなみたいな。ノバなんですけど、ノバ、そう、英会話の、そうなんです、うんうんうん、が結構お金落とすみたいで、10億ぐらい。あ、そうですか。めっちゃあるじゃない。そんな。でそこでまず秋田豊かじゃないですか、はい、監督が、ね、うん、9億円ですもんね監督ね。うん、でまず一つそんな高くない使いすぎでしょ冗談ですよ。すっといかない。それぐらいのねやっぱり監督ですか。まあそうですよ、それはそうですよ。でその中で、うん、すっごいいっぱい出ちゃったんですよ。はいはい。梅内、菊池、藪内、広田、串田、江頭、木下、米原、福田、鈴木、太田、笠原といっぱい満了。みんな外に出ちゃったの。出ました。満了出ました。うわ、完全に別のチームにするんだ。でその中でまず持ってきたのが、はい、これ一番最初に出たのがまず、アイルランド2部から1人日本人を取りました。面白い。アイルランド2部の、キャビン・ティーリーというところから、うん、23歳のフォワード佐々木優太選手を獲得。あ、でも若いんだね。どんな路線からこれを確保したんだろうと思いましたけど、はい、でもう1人フォワード、はい、最近出たんですけど、はい、クリアソン新宿。クリアソン、はいはい、トリーグ、関東リーグですね、から来ました、はい、大谷正史選手フォワード、取りまして、あと、そうですか、秋田から完全移籍で戻ってきたのが、はい、また小谷選手が、はい、あのボランチの戻ってきました。ちょっと先生、はい、私その3人の共通点ちょっと見つけつつありますよ、はい、ちょっと大谷選手は分からないですけども、はい、バイリンガルです。そうなんですよね。ね、そうなってことはノーバノーバ邪推が過ぎましたかな。なんかあるかもしれないですね。でもただ小谷選手ドイツかなんか行ったんですもんね。そう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 。おうおうおう。で他にも積極補強、はい、あ、大谷選手もそうだ、どっか行ってました。マジですか。行ってた。わっ、これはちょっとあれだね、何かに狙われるかもしれないですね。でこれ突き詰めてしまった我々は。ここから先ちょっとその共通点完全にない。あ、そうですか。そうなんですね。終了ですか。だ次が、これビッグ遺跡が生じちゃったんですよ。はい。で、あの時のレノファ、あの時レノファ J3 で34試合32発決めた、はい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 、岸田選手フォワード、おーおー、はいはい、レノファからレンタルで獲得です。あ、そうですか。これはでかい、 すごい、はい、だからフォワードが、あの関東とアイルランド2部と、J2 からフォワードにここでやってきます。あ、もう色はとりどり鮮やかなね。これすごいっすね。木倉選手はいるんでしょ。まだ分かんない、からない、まだちょっと分かんない状態なんで。トライアウトに出たとか出てない。そうなんです。だからちょっとまだ分かんない部分もあるんですけど、うんうんうん、そんな感じとなっております。そして海と谷口はまだまだ何も何もですね、まですね、うん、で今回、はい、なんかね関東からの引き上げが多いんですよ、はい、YSCC、はい、温泉翔馬選手、温泉音の泉なんですけど、あ、かっこいいの名前ですね。東京23から来ます。へえ、はい、東京、そうか、はい、あ、引き上げ、関東リーグから上がってきます。だから浅川隼人選手がロアソ行っちゃったんで、はい、その枠にスポット入る感じになるのかな。関東リーグとかっていうのは本当にねレベル高いですもんね。そうですね。だから5部6部ですけども、 4.5 か4部ぐらいの相当ですもんね。あとだから得点、その中でやっぱりもう得点力が結構高いっていう風になると、やっぱ J で使ってみても面白いかなっていう風になってくる。そういう流れどんどんできてほしいですね。面白いですよね、うん、なってくるのかなと思います。そして今年本当に今これ1か2でも話しましたけど、すごいのが長野で、フォワード三上、竹下、津田、宇野沢、斉藤啓太、うんうんうん、が満了、はいはい、で引退で明神&新井淳平。ああ、明神引退ですか、はい、お疲れ様です。で同じく中盤で言ったら堂安、はい、お兄ちゃんですね、優、はい、選手、はい、あと山田陸、僕が満了とレンタル満了。あ、そうなんですか。あとディフェンダー有永、国領、松原、内野、大島、山口、下口、井川川、西口と、もうチーム全部変わるね。じゃあっていう状態ですね。そんな変えちゃうの。そうなんです。まあでもざっくりね、いつかの千葉みたいなね、なるかもしれないですね。でその代わり長野は、はい、まあ、大卒で6人今のところ取っていて、はい、あとはアルビレックス新潟からディフェンダー広瀬健太選手が入ってきてるという状態になっております。あ、まあ、大きく動きのあるチームから先にちょっとねお伝えしてますけど、はい、そして次、JFL から、はい、藤枝 MyFC に、はいはい、杉田正彦選手、
ソニー仙台からやってまいりました。ソニー仙台から本田 FC と並んで、ね、うん、あとは専修大から川上選手、日体大から稲積選手が入ることが決定しております、うん、いっぱいいろんな動きがありますね。実際でも面白いですね、アマチュアリーグからもどんどんと入ってくるというね。そうなんですよ、うん、そこの、効果も面白いですね。トリーグもちょっと見てみようかなみたいなね、面白いかなと思います。ざっくりはこんな感じですね。また細かく J3 またやってきたらと、なるほど、なるほど。いや、これでまとめていただけるので大変、もう忙しいビジネスマンの皆さんにね、移籍情報を耳に飛び込んでいくという、はい、ありがとうございます。通勤電車に揉まれながらも移籍情報がね、はい、聞けるよと、入ってくると俺も移籍しようかななんつってね。どこに行っちゃうのいや違う、サラリーマンの方もね、よりいい条件を求めて、ね、みんなそうですもん。それは料理人の方だってそうでしょ。これ転職のなんかどっかの会社スポンサーになったみたいな話じゃないですよね今から転職といえばこちらのサイトみたいな、そっか、マイナビエクストみたいな、それなんか Please help me、 こバイリンガルなんでノバさんからいただけますね。またがよろしいよ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。移籍情報をお送りしてまいりました。サッカーデータマン、プロサッカーデータマンのびろく佐藤先生、ありがとうございました。ありがとうございました、ね、ぜひチャンネル登録しておいてください。生ライブ、そして生劇場ライブもやっております。よろしく今ご覧くださいということで、はい、ミルクサッカーガネミーノメマでした。ミルク佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また明日ね。